電池買ってきたわー、買ってきたぞ。アイコンドライバー Z。 ハサミハサミ。ですね、買ってきました。アイコンドライバー G デラックス仮面ライダーゴースト。さあ早速もう開けていきますよ。パッパカパー。うーわすげえ、すごい。結構こんな、結構明るい色が、結構、しかも結構重たい。重っ。すごい、結構明るい色ですね。あ、こんな感じなんだ。これ押したかったんですよね。こんな感じなんだ。うわすげえ、でかっ。目ん玉でかっ。めちゃくちゃでかい。でけえ、すごい。あー、これはほんと買ってよかったな。これはちょっとでも正直かっこいいじゃないですか。これ普通にこのグレートフル魂めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まあ皆さんね、キングフォームって言ってるかもしれないですけども、まあその通りだと思います。キングフォームにも見えるし、個人的にはあとアームド響きとかにもこうやっぱみんなが合体するっていう意味でね、そういう感じにも見えるし、やっぱこういう合体系すごくいいですよね。全部てんこ盛り、てんこ盛りのやつ。しかもベルト止め今開けたんですけど、すごい豪華。めちゃくちゃ豪華。さあちょっとじゃあ電池入れてみましょう。すごい、全然炭酸が何個とか見てなかったけど、炭4が3本持ってきたらちょうど炭4、3本だった。大体わかりますよね、もうね。おお、電源入ってた。もう一回もう一回。おお、光った光った。最初光んないと思ったんですけど光ります。アイコンドライバー G。 Z。 アイコンドライバー Z。 ちょっと間が言いすぎた。あ、しかも延長使わなくても回りますね。ちょっと苦しいですけど、延長使わなくても回ります。そう、あとみんなね、よくね、聞いてきたんですけども、Amazon とかに、この確か延長ベルト売ってます。バンダイから公式で出てる。ただこれは電王以降かな？電王以降の変身ベルトに着用可能。ただ、僕みたいにね、ちょっと加工すれば、過去のやつとかにもね、無理やりつけれたりするので、ぜひ、1600円ぐらいだったので、僕が買った時は。もう2年ぐらい前に買いましたね。さあ、やっていきますか。全然大きさ違います？どう？ちょっともうちょっと大きいと思ったんだけどな。もうちょっとこう、横にこのぐらいでかいと思ったんですけど、意外とこう、丸いというか、正方形ですね。さあ、ちょっと。あ、音も、なんかちょっとこもってるな。すごいな。すごい、デルデルデルゾーレッシェイ。ラッシェイとは全然聞こえないですけどね。うるせいって全然聞こえちゃう。あー、すごい。あー、武蔵は剣豪で、ニュートンリンゴで、エイソンは電動と、そういう言葉で。あー、ゾクゾク行くぞ。
ああ、これが英雄ゴーストで攻撃か。ああ。これも気持ちいいっすね、なかなか。すごいな。ちょっとあの音小さい気がするんで、あの今普通のアルカリ入れたんですけども、あの得意のね、あのエボちゃんに、エボルタちゃんにしてみたいと思います。アイコンドライバー G。 普通に変わんねえな。ちょっとだけ音が小さいような気がしますよね。ちょっとゴーストドライバー、ゴーストドライバー、うん。アイコンドライバー G。 どこにスピーカーついてるんだこれ。一緒にちょっと鳴らしてみます。アイコンドライバー G。 ちょっとこもってるんですよね多分。そうか、今なんでこっちの辺対響になんねえのかなと思ったら、多分これを15じゃなくてこの G15 っていう偉人が揃ってるやつにしないとダメなんですよね多分。あ、やっぱりそうだ。こっちに来な、がっちり見な、こっちに来な、全海岸剣豪発見、巨匠に王様、サムライ、ボス、ミスナイパー、大変ね。はい、ということで今日はですね、お友達がいなく、あの、一人でインカメにして撮ってるので非常に寂しいですだから、非常に面白くないもっとね、やっぱ友達がいて一緒に楽しみたいんですけども、これだとね、一人だけでもう気持ち悪い、なんかだからね、視聴者の方見てあれいつもよりちょっと興奮してないなと思ったら多分そういうことですから、あの、ごめんなさい、はいということでこちら、あ、まあこうやって持つとでけえな、うん、ということでこちらなんですけども、変身シーンを今日の夜10時過ぎぐらいかな、10時過ぎぐらいに上げたいと思いますので、ぜひご覧ください。結構ね凝ってます。頑張ってますので、ただほんと変身シーンだけだからね、あんまり面白くないと思うんですけども、そちらの方ご覧ください。で、あと、セカンドチャンネルね、マイクラのゲーム実況ちゃんと毎日上げていこうかなと思って頑張ってあげますので、ぜひ、あの、皆さんのコメントがあると、先に進める率が上がりますので、ぜひ見てコメントの方とかもお願いします。ただね、あんまりこう、ネタバレじゃないですけども、あんまりこう教えられまくると、どん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 多分進んでっちゃうと思うので、そこら辺はね、あの、面白みを皆さんで分かりましょう何言ってんだか。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、アイコンドライバー G でした。チャンネル登録評価の方もお願いします。ではまた明日。